材料紹介です。まずはお肉の方から、ダチョウ肉フィレ 300g、 塩 5g、 玉ねぎ半分、ニンニク3粒、人参半分、ローズマリー2本、ローリエ1枚。次にソース、赤ワイン 400ml、 黒胡椒、こちらはホールで5、6粒、砂糖小さじ1、水 150ml、 コンソメ小さじ1、水溶きコーンスターチ適量。次にマッシュポテト、じゃがいも、こちらはメイクインで2個、バター、じゃがいもの3分の1の量、牛乳適量、水適量、塩少々。それでは調理工程に移ります。まずは玉ねぎ、そして人参をスライスします。ニンニクは根元を切り、潰して皮を取ります。肉のドリップを取ります。肉に軽く塩をまぶします。フリーザーバッグの中で野菜類、ハーブと肉をつけます。できるだけフリーザーバッグの中の空気を抜いて、冷蔵庫で一晩マリネします。フリーザーバッグから肉を取り出し、野菜を取り除きます。ペーパーで水気を切って、バットに置いて10分ほど放置して、表面を軽く乾燥させましょう。表面を乾燥させておくことによって、焼いた時に綺麗なメイラード反応が起きます。それでは続いて低温調理工程に入ります。温めたフライパンに油を引きます。表面を焼いていきます。全面に焼き目がつくようにします。焼くのに使用したフライパンは洗わずに、後々ソース作りで使います。焼き終わったらバットに置いて粗熱を取ります。肉をジップロックに入れ、水の中で空気を抜きながら真空にします。57度で60分低温調理しましょう。続いてソース作りです。肉を焼いたフライパンで漬け込んだ野菜を弱火でじっくり炒めていきましょう。油が少なければ足してください。動画のようにこのくらい残っていれば大丈夫です。玉ねぎが半透明になったら、赤ワインを 300ml、 そして黒胡椒を入れましょう。沸いたらアクを取ります。弱火で15分煮詰めます。水 150ml、 コンソメ小さじ1を加えましょう。低温調理が完了していたら、ジップロックに溜まっている肉汁も加えます。砂糖小さじ1を加えます。水分が3分の1くらいになるまで煮詰めたら、ザルでこします。木べらでギュッとして煮汁をできるだけ取ります。これでベースの完成です。新しく赤ワインを 100ml 火にかけ煮詰めていきます。
10分の1くらいになるまで煮詰め、これくらいツヤが出てきたら火を弱めます。こしておいたベースを加えてよく混ぜます。塩で味を調えます。ここで必ず味見をしてください。ソースなので少し味付けは強めにしましょう。ソースが少し沸くぐらいの火加減にしましょう。水で溶いたコーンスターチを少しずつ加え、濃度をつけていきます。動画では一気に入れすぎて少し濃度をつけすぎました。もう少し緩めの濃度を目指しましょう。容器に入れておきます。これでソースが完成です。次にじゃがいものピューレ作りの工程に入ります。洗ったじゃがいもを皮ごと20分から30分ほど茹でます。竹串でスッと入るようになったら OK です。濡れ布巾にラップを重ねて、その上に粉敷をセットします。熱いうちにじゃがいもの皮を剥きましょう。素手で持つと大変熱いのでペーパータオルを使いましょう。じゃがいもを半分に割ります。力を入れてなるべく1回で落とし切りましょう。鍋に裏ごししたじゃがいも、バター、少量の水、水は焦げないようにするためですを入れ、弱火で鍋を温めながら混ぜます。じゃがいもにツヤが出るまで混ぜたら塩で味をつけます。牛乳を適量加えてお好みの濃度に調整し完成です。最後に盛り付けです。こちらでは盛り付けの一つの例を紹介します。5ミリ程度の薄切りにします。マッシュポテトをお皿の端に多めに盛ります。このマッシュポテトに乗せるように肉を重ねながら盛り付けてください。空いたスペースにマッシュポテトを少量持ってスプーンの裏で流すように描きます。ソースも同様に反対側に流して肉にもかけます。そしてクレソンをトッピング。マッシュポテトにブラックペッパーとパセリをかけます。完成です。